こんにちは。フェルナンドの旅チャンネルにようこそ。南米の旅、第1章はペルーの旅でした。南米の旅、第2章は南米の南部を旅しました。第3章はエクアドルとコロンビアの旅でした。第4章はブラジルのアマゾンとベネズエラを巡ります。今日はカルタヘナからアルバ島に移動します。ブラジルのアマゾンが最終目的地ですが、アルバを経由するとちょうどいい便があるということで向かいます。ところが、それではどうぞ。3月1日朝、メールをチェックしていると、プリペイドカードの取引不成立の文字が並びます。何これ。昨日空港で ATM を操作して以来、カードは使っていません。やられましたね。情報を盗み取られて引き出されています。3万円くらいしか残っていなかったのが幸いでした。南米、お金に関しては本当に気をつけなくてはいけません。さて、今日の宿は朝食付きです。カルタヘナの旧市街にある宿なので、その世界遺産の街並みを望めます。そういう街並みを見ながらの食事は美味しい。空港は近いのでタクシーが便利です。これでカルタヘナの街ともお別れです。カルタヘナは城壁に囲まれた街でした。今日の予定はここカルタヘナからボゴタ乗り継ぎでアルバに向かいます。アルバはカリブ海に浮かぶ島で、オランダの旧植民地でした。お土産屋さんを覗きます。コロンビアコーヒーをお土産にすると喜ばれるかもしれません。飛行機はラン航空です。キトで遅延で揉めた思い出があります。カルタヘナを飛び立ちます。最終目的地はブラジルのアマゾンです。ボゴタから直行便だと近いのですが、そううまくいきません。今日と明日の2日間かけてマナウスに向かうことになります。ラン航空の路線網では、マナウスに行くのにアメリカのマイアミ経由となります。ボゴタに到着しました。この空港に来るのはもう何度目でしょう。でもここは乗り継ぎだけです。アルバへは15時5分発のラン航空です。コロンビアの残っていたお金でお菓子を買います。アルバからインセル航空がマナウス行きを飛ばしているのですが、旅行計画の終盤に日程の変更の連絡が来ました。私の日程変更がもう無理なので、ルートを変更するしかないのですが、かなり複雑な旅程になってしまいました。とにかくアルバまで行きます。ボゴタを離陸します。ベネズエラのマラカイボ湖上空です。アルバ島が見えてきました。ベネズエラの沖合にあります。アルバは元はオランダの植民地でしたが、現在はオランダの一地域となっています。迎えを頼んでおいたのですが、どうしようかと悩んでいたら出会いました。あの黄色の車のところで待てと言います。明日飛行機で移動なので、空港近くの宿にしました。微妙な宿ですが、リゾート方面は高い。レストランが近くにないので、スーパーに行くしかありません。治安は大丈夫なようです。中華系系のスーパーでした。 Wi-Fi がつながりません。安い宿なので仕方ありません。
スーパーで買った食材です。カルタヘナ、ボゴタ、アルマの位置関係です。いかがでしたか？移動に2日もかかるとは予想もしていませんでした。明日はパナマ経由でマナウスに向かいます。ご視聴ありがとうございました。